さあということで、はい、ウランちゃん、はい、今年最初のこのコーナー、はい、何から始まりますかと言いますと、はい、今年1年のこのコーナーの繁栄を願って福島市にやってきてるんですよね。ってことはパワースポットとかそういう感じの感じかな。いいとこついてるかもしれませんね。なんだろう。まあまあ行きましょう。はい。ちなみに福島市だから餃子？いや食べたいから。邪気を払う新名物？福島の特産品を使ったご利益グッズで運気をアップしちゃいます。やってきたのは紙卸業を80年以上も営む福島市の三和紙店です。今年1年の繁栄を願う一品とは？桃を使った御朱印帳なんです。桃入ってるんですか？桃、はい、入ってるんですよね。ここの御朱印帳の中に、はい、使われてる和紙に桃が入ってます、うん、桃の枝だ。今 SNS や若い世代にも人気の御朱印、その御朱印を書いてもらう御朱印帳に使われていたのは福島を代表する特産品桃の枝でした。桃はひな祭りに代表されるように女性の美や健康を願う象徴とされ、古来から邪気を払う不老長寿の縁起物とされてきたそうなんです。もうこれは開運縁起物間違いなしという感じでぜひご利用いただきたいと思います。また表紙には一枚一枚手作りの手すき和紙を使用しているため、一つとして同じものがないオンリーワンの商品なんです。多分若い子たち、多分こういう印象がないと思うんですよ。普通に持ってても、うん、なんか映えるし、私この色が一番いい。さすが。この色はあのご要望に応えて新たにこう映える色として。ああ、はい、そうなんだ。しっかり刺さってますね。刺さってますよ。すごい見た目にもぴったりかなと。さらにしおりには青海波と呼ばれる縁起のいい模様が使われ、年明け早々縁起物を手に入れたウランちゃん。せっかく縁起のいい御朱印帳を手に入れたところですし、はい、実際に御朱印もらいに行きませんか？行きたいです。行きましょう。いいんですか？いいです。いいです。SNS などで話題沸騰、対話を通して書き上げる世界に一つだけの御朱印。訪れたのは800年以上も続く本宮市の高松山観音寺です。ウランちゃんは御朱印巡りってしたことありますか？いや私ないんですけど、友達結構やってる人多いんですよ、うん、おやっぱり人気なんですよね。ちょっとだけついてったことはあります、うん。そもそも御朱印ってどういうものなんですか？御朱印とは、今はこう流行りで皆さんいろんなところ御朱印いただきに行ってるかと思うんですが、本来は皆様がお寺さん神社さんをお参りに行って、そこでそこの仏様神様とご自分がご縁をいただいた証としていただいたものなんですね。だからこうお守りとかお札をいただくよりもしっかり縁をもらって守られて、ずっと仏様と神様の存在を感じながら生きていけるっていうことだと思うんです。そう話すのはご住職の奥さん矢島千恵美さん。矢島さんが描く御朱印が今大人気なんです、ね、というのも対話などを通してその人に合ったオリジナルの御朱印を書いてもらうことができるんです、なんかイメージだとハンコポンって押されてるだけとか、シャシャシャって書いてるっていう感じですけど、もうウランオリジナルの御朱印今日いただきましょう。いただきます。楽しみ。ただし御朱印をもらうには条件があるんです。それは不定期で開催される御朱印カフェに参加することです。その名の通りカフェのような時間をお寺で過ごし、気楽に話しながらお寺をもっと身近に感じてもらおうと始まったものなんです。お寺や仏様について学ぶほか、御朱印カフェでは5分間だけご自分と向き合ってもら
時間を作っています。ということで始めます。フランちゃん5分間どうでした、はい、いやでもなんか何かを考えるっていうよりかとりあえずこう無になろうと思ってやってみたんですけど、うんうん、なんかフランちゃん今年何かしたいこととか悩みがなかったら逆にこういう気持ちがあるとか何かあります？あでも、うんうん、あの職業柄やっぱ良くないというか、うんうん、あのコメントだったりたくさんっていうかいいコメントたくさんあるんですけど、うん、やっぱそういうのを見つけるとすごい落ち込みやすかったんですね。何でもかんでも真に受けてやってたんですけど、私人に恵まれてるなって思って、うん、その相談すると笑いに変えてくれるんですよ。こんなこと言ってくるのセンスあんじゃんみたいな、そういう考えがあるんだって思って、だから自分だけで考えるのやめようって思ったんですよ。そしたらなんか強くなった気がして、ウランちゃんとの対話で出来上がった御朱印は、はい、できました。ウランちゃんありがとうございます。すごいカラフル、どうですか？めちゃくちゃ可愛い。完成した御朱印がこちら。かわいい。自分がいる場所、置かれた立場で精一杯努力することを意味する一宮を照らすの言葉とともに、矢島さんはウランちゃんにこんなメッセージを書きました。一人じゃな悩まなくてもよくって、誰かとそういう思いを共有したりすることでこうなんか強くなれたって言った言葉を聞いて、いろんな心のこう成長した種がたくさん芽吹いて、それがこう花を咲かすんだろうなって。だからあなたの心にこう芽吹く思いを、あなたの心に咲く花を世界に届けようって書きました。で今年1年の始まりということで、だからあなたは世界に何をしようって、今年1年私は世界に何ができる、何をしよう、そんな思いで過ごしてくれたらいいなと思って書きました。なんかうわぐさっときた焦んなくていいんだなと思って、今やってることを全力でやろうって思います。頑張ります。来月には初虎祭も開催され、虎年の今年は12年に一度の御開帳もあり、特別な御朱印も用意しているそうです。皆さんも御朱印巡りへ出かけてみてはいかがでしょうか。